災害が起こった時、避難所ではなく自分の車でやむを得ず避難生活をする車中泊避難。2016年の熊本地震では強い揺れが断続的に続き、二次災害の不安があったことから、自宅に被害がなかった避難者のうち、一時的な利用も含めるとおよそ6割が車中泊避難を経験しました。今後はプライバシーや感染症予防の観点からも、やむを得ず車中泊避難を選ぶ人が増えると予想されています。しかし車中泊避難には様々な注意が必要です。健康面では、長時間座ったままの姿勢でいるためエコノミークラス症候群のリスクが増加。また外の気温の影響を受けやすいため、夏には熱中症、冬には低体温症などにも注意が必要です。安全面では、防犯や一酸化炭素中毒の予防などについての知識も不可欠です。この動画では、明日起こるかもしれない災害に備え、車中泊避難のポイントをご紹介します。車中泊避難のポイント、一つ目は場所選び。平坦で安全な場所に駐車し、できるだけ明かりと人通り、そしてトイレのあるところを選びましょう。地域によっては車での避難ができる一時避難場所が設定されている場合もあります。場所が決まったら、2つ目のポイント、周囲の確認。エンジンを停止し、車の周囲や下を確認しましょう。エンジンの始動に備え、近くに可燃物がないか、マフラーがブロック塀や草などで塞がれていないか確認してください。3つ目のポイントは、プライバシーの確保。サンシェードや段ボール、銀マットなどで窓を塞ぐと、外から車内が見えないようになります。普段から紐やタオルなどを車内に備えておけば、カーテンのように窓を覆うこともできます。また網戸の代わりになる専用の窓用ネットなども販売されています。そして防犯対策として、ドアはロック。事前にライトや防犯ブザーを用意しておくと良いでしょう。そして車中泊避難のポイント、4つ目、エコノミークラス症候群の予防です。エコノミークラス症候群は、長時間座ったままの姿勢でいることで、足の血流が悪くなって血栓ができ、その血栓が肺の血管を塞いでしまうことで発症します。主な症状は呼吸困難や胸の痛み、最悪の場合死に至ることもあります。特に妊婦や持病がある方、大きな怪我をしている方は発症のリスクが高いとされているため、十分に注意が必要です。予防には、水分補給と足を伸ばせる空間づくり、そして足の運動が大切です。避難時はトイレを気にして水分を取らないようにする人がいますが、水分が不足し長時間足を動かさないと、血液が固まりやすくなるため危険です。水分は少なくとも1日1リットルを目安に摂取し、トイレも我慢しないようにしましょう。次に、足を伸ばせる空間づくりです。シートを倒すなどして、なるべく水平になって寝られる空間を作りましょう。シートアレンジは、車種により大きく分けて2つの方法があります。1つ目は、荷室とシートを一体化する方法です。シートを倒してフラットにし、隙間や段差をクッションで埋めたり、マットを敷くことで足を伸ばして過ごしやすくなります。2つ目は、座席をリクライニングする方法です。シートを倒して
足元のスペースや腰元に荷物やタオルを置き、できるだけ足を伸ばして休めるようにしましょう。他にも様々な車種がありますが、足を下ろして休む姿勢は危険です。特に睡眠時はなるべく足を上げて上半身と水平になるように心がけてください。最後に足の運動、車の中でもできる足の運動を紹介します。まず足の指でグー、パーを繰り返します。次につま先とかかとの上げ下ろしです。最後にふくらはぎをマッサージしましょう。また車外に出てのウォーキングや着圧ソックスの着用もおすすめです。このようにやむを得ず車中泊避難をするときには守るべきポイントがあります。災害が起こる前に自分の車にあった車中泊避難を考えてみてください。そして必要なものをリストアップし車内へ保管しておきましょう。そして今避難生活をしている方はこの動画を参考に安全な車中泊避難を心がけるとともに、近くの避難所へ定期的に顔を出し情報などを確認するようにしてください。トヨタの防災サイトでは災害発生時に身を守る方法や役立つ情報を掲載しています。ぜひご覧ください。